皆さんおはようございます。大吉です。ステニア50のキャリアのサビを見てください。さすが中華製です。以前サビ落としも したんですけどね、ここ数ヶ月乗ってませんでしたらまたこんなにサビサビになっております。メッキは少しは残ってますけども、今日はですね、これをサビを磨き上げたいと。サビ落としに使うのはこれです。ニュークリアンというんですかね、台所、食器、風呂場、事務用品、電気製品、金属製品、真剣剤、タイル、こういったものを磨くんですけれども、本当にサビ落としかなこれ。蓋には確かサビ落としにどういうふうに書いてあったと思うんですけど、長年使ってなかったものですから、今水を入れてですね、柔らかくしてます。これで磨いてまいります。サビは取れますね。きれい。メッキがもう完全に剥がれてくるんですけど、サビっぱなしっていうことはみっともないですけど、こういうふうにサビを落としてある程度ね、サビをきれいに落としてたらいいですよね。味がありますね。食べることは覚悟の上でこのキャリアを買ったんですけど、中華製だから食べることはで、商品が届いたらですね、やっぱりなんだこのメッキはと思いましたけど、ね、メッキのピンホールが多いんですよ。だからもうすぐ食べるということが分かってましたけど、味がいいんですという人もいます。私は綺麗な方がいいですけど、だけど味がありますよ。ある程度されてる。ゴリゴリです。茶色か。磨いてもこうやって磨いてもまた錆びるんですけど、結局錆びが進行しないように、はい、いかがでしょうか。サビは取れてません。なんだけど一応ね、磨いたっていうまあそういう感じは見えますでしょう。メッキが剥がれたら、それはサビは取れませんよね。メッキが剥がれてますね。
りは全然出ましたね。でそれからエンジンガード、エンジンガードもほとんど止めてます。それからホイールも先サビはありますけど取りました。左側もこういうふうにサビが取っておきます。先サビは取りません、まあ、そういうわけで、今日は結構時間をかけてサビを取ったという動画でした。ご視聴ありがとうございました。